左手赤番、南関東勢が9番岡崎を抑えます。混成ラインは下げている最中、8番吉岡慎太郎が代わって上昇で牧田を叩いて先頭に変わりました。吉岡、そして和田誠一、棚橋勤と中四国の3人を受けて1番牧田秀彦は今日も中段取りとなって、9番岡崎智也7番手です。まっくりに構えている9番岡崎、先頭は8番吉岡慎太郎、こちらは今日は風を切る競争になって残り1周回、後ろ2番和田誠一、4番棚橋勤が3番手で依然として中四国ライン、2角手前で1番の牧田秀彦がまくっていきました。推進力よく1番の牧田秀彦、8番の吉岡を捉えて先頭だ。この後ろから9番岡崎もまくっている。1番牧田の後ろ5番小島歩の牽制を乗り越えながら9番の岡崎、後ろ3番岡もついてくるが、先頭1番の牧田、9番岡崎、牧田岡崎並んで降臨、3着5番小島歩。